です。今回はですね、美しい線画についてお話をしていきます。まずね、線画とは何ぞやっていうと、お絵描きするときに、まずは下絵を描きますね。描いて、で、この下絵を若干薄くする。練り消しとか、薄くしない人もいるんですけど、薄くして、で、その上から、馴染まないね、ペン。私はよくね、ピグマとか使ってるんですけど、このペンで上からなぞる。なぞったら、下の鉛筆を消す。ペン入れって言うんですけども、これが線画ですね。で、この線画を、うまくね、描きたいとか、綺麗な線画っていうのはどうしたらいいのかなっていうのをね、ポイント、コツっていうのを今回3つお話ししていこうと思います。私がね、もうすでにほとんど描いちゃってるんですけど、こちらの絵ですね。はい。で、ポイントもね、もう描いてます、ここに。まずは筆圧というより塗ること。手前は濃く、遠くは薄く描く。これはもうある程度ペン入れは終わってるんですけど、線がね、この辺りがまだ薄いので、これからね、ここの右の羽、翼を描きながら解説していこうと思います。線画を綺麗にする時のポイントで、細い線、太い線があると、よりね、綺麗に見えるんですよ。で、どういうことかっていうと、なんかイエイみたいな感じ。で、ここで、細い線とか太い線の差をね、ここで入れてあげるんですよ。で、そうすることで、より立体的というか、ただのね、一本線よりも綺麗に、ちょっと魅力的になるかなっていう風に思ってるんですよね。上からね、描き足さない人とかっていうのもたくさんいらっしゃいますけどね。で、私は普段こういう描き方してるんですけど、その時にね、細い線、線の強弱ってどこにどういう風につけたらいいのっていうようなね、質問を結構いただきます。筆圧を濃くする場所はどこですかとか言われるんですけど、どっちかっていうと、筆圧じゃないんですよね、これは。線があったら、ここを、こう、筆圧を濃くするのではなく、どっちかっていうと、こういう風に上から塗るイメージ、濃くしたいところ。で、線の強弱をつける場所に関しては、影ができる部分かなっていう風に思ってます。なので、指だったらこの下の部分とか、あとこっちから光が来てたら、このね、右側に影ができたりとか、っていうところに線の強弱をつけますね。ペン入れの時に筆圧はって言われるんですけど、筆圧っていうよりは、こういう風にね、こう塗ってるイメージなので、それがね、一つ目のポイントです。筆圧というより塗るってことですね。で、二つ目、手前は濃く、遠くは薄く描く。手前に来てる腕とか、あとこれですね、羽とかっていう方を、こう線をね、太めに描いたりしてます。で、なんでかっていうと、その方がね、遠近法が生まれるので、より作品にね、空間感とか空気感とかいうね、そのイメージがしやすいんですよね。なので私はね、手前と奥の差は結構つけるようにしてますね。はい。で、三つ目、T 字を意識する。これどういうことかっていうと、重なってるところを、私は基本的に濃く塗ってるってところですね。例えばこういう線に対して、こういう線があったら、ここをちょっと濃いめに塗る。とか、を塗った方が、普通の一本の線よりも、ちょっとね、ほら、雰囲気が出ますよね。なので、三つ目のコツは、T 字を意識して塗ることが多いです。この絵で言うと、ここですね。この隙間とか、こっちがまだ終わってないので、この間とか。ただでもこの羽は奥にあるので、そんなに濃くは塗らないです。はい、そんな感じですね。この3つの中で特にね、綺麗な線画になるためには、私はね、特にこの3つ目ですね、T 字を意識すること。この間はちょっと埋めてみる。ことをするだけで、かなりね、出来上がりの線画の印象がだいぶ変わってくるようになりますね。じゃあね、これで色塗る動画はまた別にあげようと思うので、今回はこれで終わります。